こんにちは、ストレアトリンのベルちゃんです。このチャンネルようこそ。皆さんは今日はちょっと DIY みたいな感じを作りたいです。私たちはどんだけスプレーを使うと思う？このスプレーはいっぱい使って、そしたら終わってからどうするの？普通にゴミにするの？なんか売るのか、まあ何をするのか考えたことあるの？これはもう終わったスプレーキャンです。終わった。今日はちょっとこれね、スプレーキャンちょっと可愛くしたいと思います。まあちょっとスプレーとアクリル絵の具でなんとか可愛くしたいです。じゃあまず全部スプレー、白スプレーで塗ります。まあ、今白になったでしょ。上だけゴールドを塗る。上だけはゴールド。まあ、ちょっとここにね、ある程度背景を作ります。大体青背景がいいと思います。これ本当に少しだけを使う。これもう一回乾かしてアクリル絵の具を使っていきたいと思います。ある程度こんな感じだね。今作りたいのはちょっと波ですね。波なので青、いろんな青を使う。でブラシはちょっと太いブラシがいいかな。まあ、これを使いましょう。じゃあこれね、こんな感じになってる。
竹を花に絵を描いてみたって感じ。アクリルで初めてだからどうなるのかね、ちょっとわからない。ただーん、こんな感じですね。おー、まあ、波だけどちょっと微妙だね。波がちょっと微妙、微妙だけどこんな感じ。ちゃ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 ーん、こんな感じです。まあ、じゃあこんな感じね、こんな感じになりました。まあ、じゃあちょっとこれは波でちょっと微妙かもしれないけど、まあこんな感じ、波です。上と下はちょっとゴールドで、あと必要なのはこれ、上のチップ、なんて言うんだろうね、日本語でわからない。これはもうもちろん大事で、これはキーのベースに乗せます。皆さんどう思いますか？こんな感じでした。ちょっとスプレー感、あのリサイクルって感じ？めっちゃ綺麗だと思います。みんなはどう思いますか？まあ、波はもうちょっと練習したらいいね。っていうことで、まあ、こんな感じです。っていうことで皆さんはどう思いますか？この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。めっちゃ綺麗じゃん。